リベンジマッチじゃ。リベンジマッチをさせてくれ。リベンジマッチをさせてくれ。せっかく作った模式用のチームがカープに負けるなどということがあってはならんことだ。それはあってはならんことだ。優勝したチームが優勝してないチームに負けるなどということは。くそー。こっちは今度は本拠地東京ドームで。本拠地なのかな。まあ本拠地作ろう球場でやろう。東京ドームあまり好きくない。ただ単にドーム球場が嫌いっていうだけでね。別にこれは東京ドーム、いや、マッパーも好きやね。やっぱまあ好きじゃねえ。なんか暗いんだよ、ドームってな。昼でも夜でもなんかちょっと暗い。ナイターはやっぱ夜がいい。またミンチか。ミンチ以外のピッチャー投げてほしいな。なんとかミンチ以外のピッチャー投げるのできないのか。カープさん、サイド。これで変わる。変わらない。変わる。変わんないな。まあまたミンチか。エースミンチだったかな。じゃあ関根で、いや豊田で、関根でちょっと奈良原に陰りが見えるので、田中健壮系を初めから使いながら、1番坪井、2番金子、3番、いや2番は小笠原だな。2番小笠原、3番新庄、4番清宮、こういう打順でいこうかな。逆だな。こうだな。打力的には全然田中健介より金子の方がいいわ。こうか。こうだな。よし。勝ちに行く。勝ちに行くぞ。今度こそ勝ちに行くぞ。ということで、模式用シリーズ番外編、野球遊で楽しもう第2弾。模式用シリーズで作ったチームを実際にプレイして遊ぼうシリーズの第2弾ですね。今日は薄曇りのカープ対ファイターズオープン戦の模様をお伝えしてまいります。オープン戦なんですね。お待たせしました。まもなく試合開始。やっていこう。今度はさっきのピッチャーガンちゃんよりも打たれたら飛ぶ感じになっております。球威がないからね。ストレートで抑えれるタイプではない。この関根の方がリードは大事になってくるからね。ただ変化球種は多いし、チェンジアップも持ってるので、まあ、コンピューターの目を欺くことはできるかな。いっちゃうな。目がついていってないな。3球種しかないんだけど、カーブが厄介だな。センターフライ。もう入ってるね。入ってますね。あ、今のボールだ。ダメだ。ちょっと選球眼がザゴになってる。1試合した後もう一回取ってるから、疲労によってちょっと集中力が。ピッチングの方はあまりこの疲労の色が見えないんだけど、バッティングの方でちょっとこう集中できてないな。よしよしよし。普通に、おこれはここに投げようと思ってここでストライク取ってる。逆球まではいかないまでも。うわ、取れたな。そして4番ドがまたレフトも持ってるな。もうここの青いところに投げようと思ってこっちに行ってる、まあ、結果的にいいコースに行ってるって感じだね。
野球足の一つ問題点があるかなとするならば、思ったところに球が行き過ぎてっていうところがある。まあ、これがあまりに違うところにばっかり行くとイライラするんだろうけど、割と思ったところに球が行っちゃうっていうのが問題かなと。これとかね、外角のほんとスレスレ、外角低めのスレスレにフォークボールでストライクを取れるっていうのはなかなかだなって思う。なかなかそれは現実では難しい。でもこんなフォークもな、外角、低めのフォーク、ギリギリの低めでフォークでストライクを取れるなんて本当のプロ野球選手では難しいと思うっていうことができちゃうのがちょっとリアルじゃないよね。リアルだけどリアリティって感じになってる。 TR よりリアリティ。打てんな、なんか打てんねんになってる。のこの寸止めみたいなハーフスイングができるのも野球アスの特徴だね。トリガーを引いて離すっていうスイングの仕方なんだけど、離した瞬間にすぐもう一回入力を、もう一回カチカチってやることで止まれる。こう鼻いけーみたいな感じで、いけーみたいな感じでスイングなんだけど、引いて離して離してちょっとラグあって振るみたいな。指導の段階でトリガーを離した瞬間が指導のタイミングなんだけど、だから球を打つところまでは少しラグがある、時間的にね。ここに行けっていうのとは、ここに行けっていうタイミングで話すのとは少しラグがあって、だから話すタイミング、トリガーを離す、指を離すタイミングはだいたいピッチャーが投げた、投げた球がこの辺りの時に手を、指を離してる。球が来てから振ってるわけじゃなくて、なんつったらいいんだろうね、ラグがあるわけだ、時間差がね。その時間差のわずかな間にもう一回こうカチカチっと2回入力することによってハーフスイングになってるってことなんですね。すごいよな、なんか1秒とかいう時間じゃないよな、これやってるのって。これ多分ね、取れない、どこがよくわからんもん。あ、取れた。さあ、なんとか行ってみたい。ここね、ホームラン以外で点取る気はあんましないな。あ、バッティングすごい難しいんだよね。野球はそこで慣れないと。しかも多分テレビじゃなくてパソコンのコンポジット入力をしてるから、さらに少しだけもうコンマ何秒とかじゃないかもしれないけど、ほんの少し意識の中でラグがあって、その分振り遅れたりしてる。ホームラン打つのは本当に難しい。いやー、ホームランかな。いや、ヒットまではいかない。ぬおーぬおー、あー、ダメだな、落ちるな。つい投げちゃう、バックホーム、肩を試したくて。怖いぞ。いい守備、集中していこう、守備集中していこう。守備からリズムを作っていくチームだ。よし、行こう行こう。これ今のストライクだぞ、チェンジアップで。厳しいな。ど真ん中のカーブ。あー、ボールだよ、もうボールだよ、もう。
タイミングは合ってないんだけど、いい感じ。これのその焼き出すのバッティングのもう一つ面白いところは、走らすか、引いて、ああいける、よし、バカめバカめ、コンピューターめ、コンピューターバカめ、引いて離すんだけど、これが早かったり遅かったりするとこう青く光らないから、投手のタイミングもあるけど打者の方もこの引いて離すがカチッとはまらないとバキッと飛んでいかないっていうか。おお、やりますね。投手のタイミングで振りはするけど、それと同時にこっちの打者のタイミングを合わせないと飛んでいかないんですね。これが変化球によってかわされていってしまうと、もう絶対タイミング的にホームランにならないっていうのもあり得る。だからおお、ラッキー、これが決勝点かもしれない。これが自分がね、この俺がやってるこう青くなってるっていうのはもうタイミングバッチシで振ってるんだけど、あれなかなか難しいんですね。こうやってバキッてなってるのは打球音がバキッてなってるのはプロだからこうなってるわ焼き安のプロだからこうなってる。こうやって止めるのにしてもこうやって青くなってるでしょ。青くならないっていうのは早かったり打者としてのタイミングして早かったり遅かったりしてるわけだ。今の田中健介のバッティングも一見何の変哲もないように見えるけど青かったでしょ、青かったでしょ、バットの軌道が。だからあそこまで飛ぶわけですね。多少ずれてても青いんですね。まあ割とねビシッとこうストライクに来ているところと離れててもスイングした場所が離れててもタイミングさえ合ってたら球にバットが当たってくれるっていう特徴がある。この野球はそうっていうゲームのそのバッティングの特徴に関しては、ね、まあパワープロとかプロスピとかああいうやつは来たところ急分割しそれ以上のその球の来た位置に狙ったカーソルのところが来ないと絶対に当たらないって感じだけど、当たらないっていうかその空振りになっちゃう。野球はそうはこれはそのどこに球が来るかよりはタイミングの方が大事っていうか。え？あれ？そしてまたバックホームしちゃってる。こういうところやぞ。負ける気か。前かな。うわ嘘や。そんなにフライヤー上がったって今解説の人が言ったやん。解説の人が騙された。本気で行く。本気で投げに行く。ダメだこれ、サードに生かしちゃう。負けたくない。おお、ミンチに打たれる。投げた球が真ん中にいってるな。カーブ5回投げたら変えるかな。フォーク、いや遊び球なしのフォーク。梅野みたいな遊ばない、遊ばなかった結果
ファールだね。さあ次どこに投げる？フォーク、ボール球、もう一球同じ球。あ、ちょっとあれでした。スライダー内角高めっていう危険な球を投げてみるか、ストライクゾーンに。そしてフォークボールを外角低め、これでストライク。よし、勝てる勝てる、まだいける。あ、ダメだ、高い。内角高めの球が難しいな。今のもストライクかい？こんなに実力拮抗してたらいかんわな。ああ。お？カーブって分かってんだけどな。分かってんだけど追っちゃう。どうせカーブ投げるんだろうっていう気持ちでいるんだけど、こっちもそういう心づもりで、どうせカーブ投げるんだろう。面白いわ。プロ野球 VS ってコロプラのゲームとかさ、やるとさ、めちゃくちゃ変化球多いよね。いろんな変化球が、なんか縦スライダーがあったり、スラーブがあったりさ、高速スラーブがあったりさ、高速フォークがあったり、 SFF があったりさ、そんなにねえよ変化球はって。見ろこのシンプルなスライダー、シュート、チェンジアップ、フォーク、カーブの、このこれだけだぞ変化球なんで。そんなに、まあ、スローカーブとかちょっとあってもあるけども、そんなに変化球いるかって思うんですけど、それでも十分選手ってのはこう差別化できてるっていうかさ、だと思うんだけどな。そうするとこのピッチャーとこのピッチャー完全に上位互換じゃねえか下位互換じゃねえかっていうのがあるのかもしんないけどね、ステータス的に、ステータス的な問題で。これはなぜ歩かせたんだ。ストライクに行かないね。ストライクゾーンに行かないね。多少ボール球を挟んだ方が結果的には良くなる。フォークボール、これで取りに行く、ストライクを。よしよしよし、いい感じです。これね、この焼きつくね、ストライク真ん中あたりがね、非常に難しい。風、この風でミスするか、このカーソルの性質上ね、外角の方が、この辺の方が振りやすい。あ、ちょっと分からんか、この端っこの方が押し切りだから。あ、待って、この辺が難しいね。外角いっぱいの方、もう外角いっぱい、内角いっぱいっていう、いっぱいっていうコーナーの端の方が、あのストライクになりやすかったり、ストライクじゃない、そのスイートスポットになりやすかったりす、投げる球のね。何言っとるかようわからんと思う。待て、またいいや、原田でホリスだけど、ホリスだけど原田でいいや。カーブを、うおー、うまい。
よし、うまいうまい。スライダーを外のスライダーで出し入れして。よし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 、田中健介。スライダーかな。あ、ちょっと迎えに行きすぎたスライダーって読みが当たって迎えに行きすぎた。絶対にバールファールにするバントはできる、こっちとら。あー、スライダーか。あと2イニング、スミス、石井、櫻井、立山、石井博俊、ヤクルトから獲得したアンユーファッスの石井ではない。石井も引退したんだっけかな、今年、去年か。石井優也、サイレント稽古と石井。やっぱ球速いってのは魅力だな。でも最近は左でも150キロ近い球をポンポン投げるピッチャー出てるよな。まあ、あのフランスワとかさ、あとモイネロとかすごいよな。どうなってんだかと思うよな。これをこれを帰還させないのはやっぱり新庄の方だと思うけど、変えた方がいいわ。ここをしのげなきゃ負けるぞ。歩かせた方がいいかもしれんけど、いや、いいや。ロペスまでは抑えたい。カーブ外角、うわ、これフランカー。シンカーで低め。おい、何があった。小笠原が遅かったか。配球は完璧だったのにな。シンカー低め、よし完璧、これは完璧。シンカー低めから入ってボール球、外からのスライダーでストライクを取り、走らせた。もう一回シンカー低め、はい、次どうすっかな。カーブ内角で、ストレート外角低め、これで。もう一球同じ球、よし、スライダー内角や外角、ダメだ、これよく視力取るぞ、意地でも取る。よっしゃよっしゃ、13本打たれとるなあー、ダメ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 、分かってるんだがスライダー振っちゃうな。これも振っちゃう、そしてボールか。スライダーを狙う、うわ、振り遅れ、振り遅れてる、振り遅れてる、振り遅れてる。なんでこんなにスライダー投げるんだ。さすがに3球連続スライダーはないと思って見逃したところを
ベシッとこう三振で奪われてますね。カーブ、次こそスライダー、外からのスライダー、ストライクを取りに来る、これを狙う、狙う、クロマーだな。完璧なピッチングを、完璧なピッチングをしていく。もう負けたくはない。外へのスライダーで尾形を三振に切る。次東でと見せかけて木村拓哉、外角低めにシンカー、これうまいこと効果的だね。そして高めにストレート、これで目線を上に上げておいて、そこからのカーブを入れて外のストレートで三振を奪いに行く。完璧な、完璧なシナリオ。内角低めにカーブを投げて、おお危ね、芸術的な守備だね。さあ清宮シリーズの最後を締めくくる清宮のホームラン、これを期待でしょう。このボール球、クソボール振ってるな。いくぜ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 、あー総力へ、石本、いや、もしやもしや、早すぎる石本、ふい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 、遊びすぎか、5番ので終わるぞ、終わった、勝ち申した。やっぱこう足で速いっていうか、よく考えたらカープあれだったわ、キャッチャー小笠原だったわそら石本の足を防げんですわ、初めからこういう感じでいけばよかった勝ちました。なんかすごく苦しいんだけど、苦しいんだけど勝ちました。これはいい、相手の隙を突く二刀三刀でしたね。キャッチャー噂だったよね、向こうは。だよね、そりゃそうだ、そりゃさすりには相手の隙をつく見事な采配でした、見事な作戦だった。ほいではまあこれで こんな感じで、清宮はまあ一塁内野安打で活躍したっていう、ホームランは前の動画で出したからいいね。じゃあまあこんな感じで終わりにします。清宮シリーズどうしようかな、ちょっと考えます。もしかしたら、いや、やるやるやるやろ、最強日ハムレジェンドチーム対この模式用のハムで対決する動画を上げたいと思います。最後の最後にね、それを締めにしようかな。それじゃあまあとりあえずほんなまた。